皆さんお疲れ様です。 SJ です。先ほどライブやってからちょっと何分かしてこれ撮ってます。はい。そしてまあ赤穂選手対カシメロ選手、残念な結果になりました。非常に残念です。はい。もう何て言っていいか分かりませんね、これは。そしてですよ、その今さっきなんですけど、赤穂選手がコメントを出しました。ツイッターですね、ツイッターでコメントを出しました、赤穂選手。そこにやはり自分が思っていたことを発表しましたね。それはなぜかという、何かというと、あれ、あのダメージは、もう何が原因かわからない。というのも、顎のダメージもあったし、後頭部のダメージもあった。まあそういう結果です。それが全てです。結局、だから顎もテンプルも食らってた。そこで、まあそれ最後に、後頭部も食らってた。だ結局何のダメージかわからないということですね。はい。それが全て。だからあんまり覚えてないんじゃないですか？結局、ま、あの、最後の後頭部が原因だったとは限らない。その前にも結構有効なダメージをもらってたということです。なので、これ勝負がもうついたようなもんですね。2ラウンドで。はい。それが全てだと思います。残念ながら。いやー、赤穂選手、だから、この、あとどうするんですかね。うん。これはもう後悔しか残りませんよね。これでやめても。そんな感じです。今、とりあえずこれ連絡したいのは、その赤穂選手がコメントを出したということです。何のダメージかは分からない。顎もダメージあるし。ということでした。以上です。これあとね、ちょっとライブで、今回の TV プロモーション、あと今後の TV プロモーションに求めることを、まあ本日というか、ライブでちょっとやりたいとも考えております。で、ライブ、皆さん、どうしようかな。今日、何時にやろうか、そんなところです。やるかやらないかもまだ決めてないんですけど、はい。まあ明日かもしれませんし、うん。ただ今日土曜日なんで今日がいいかなって思っております。皆さんライブ、リマインダー設定するので、いつやるって、はい。皆さんライブも遊びに来てください。はい、ということです。まあとにかく赤穂選手、カシメロ、お疲れ様でした。あと TV プロモーションの興行に、アンダーカードで出た人たち、本当にありがとうございましたというか、お疲れ様でした。はい、ってことです。これ、チャンネル登録ぜひお願いしますね。はい。Twitter の方も皆さん見てください。フォローお願いします。以上です。失礼します。